本日は2021年4月10日横浜にてジャパンレプタイルズショーが行われました。1日目潜入してきたので動画にいたしました。ご覧あれ。いい感じ。あ、言い忘れてた。レプキンのゆきちゃんです。このレプ遊びに来てます。ニューレプタイルズこの間のあれがあるんで本当すいませんでした。いえいえ遊びに来ちゃいました。どうですか、久々でしょ、イベント。その1年半ぶりぐらいですね。ちょっと見せてもらってもいいですか。はい、ぜひぜひ遊びに来てください。後ろから見るっていう。またお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ブラッキーデザイニングさん、いつもお世話になっております。こんにちは。こちらこそいつもお世話になっております。みんなうちのさっきのちょっとお客さんがゾゾゾッとうちも来てたんですけど、みんな来てますよね。 T シャツこの子もホール気に入っていつも来てます。私はあれです、バナスカ。バナスカどこに新作の青地田みんな出てる。その後なんか今作ってますけど、作ってますよ。今月2種類発表できたらなと思ってます。素晴らしい。また新作も楽しみです。いつもイベントにこうやっていらっしゃってるので、皆さん素敵な T シャツだからね。私の YouTube 個人でも勝手に宣伝したんですけど、生地がめっちゃいいんですよ。あとね、黒だから着痩せ効果があるの。マジ最高。それうちのデザインも全然関係ないところにしてる。そして私黄色好きなんで、バナスパがすごいお気に入りです。でステッカーとかももったいなくてまだ貼れてないんですよ。ステッカーの後ろにセロハンテープ貼ってケージに貼ってます。それを今度自分のパソコンに貼ろうと思う。ガチガチ貼ってください。はい、こっちに貼ります。明日も頑張ってください。ありがとうございます。みんなブラッキーさんのところもお邪魔してください。お邪魔してください。ありがとうございます。浜レプ1日目、今度はトロピカルジェムさんのブースにお邪魔させていただいております。小田さんの元気さんです。どうですか、関東のイベントは。たくさんお客さん来てもらって嬉しいです。すごいですね、量が持ってきすぎて北海道にあるお店さんなので、この量持ってくるって相当大変ですよね。本当にあの僕らの移動代とこの生き物の移動代で結構莫大なんで。そうですよね。でもすごい、私初めて、まだ短いんですけど爬虫類、実はでもずっと前から名前は知ってました。やっぱりすごい有名で、あと森泉ちゃんが行ってるのも見ました。ああ、なんかね、なんか、はい、ありがとうございます。有名人の方で、そう、明日もあるので、ぜひトロピカルジェムさんのブースにいらして見てください。いっぱいいっぱいいます。ありがとうございます。続いて小林ポンチューさんのブースにお邪魔させてもらってます。いつも私が食べるのあげてるやつ、仲良くしていただいてます。すごいんだよ、ブースが。気になるものしかない。気になるものばっかり。試しにあげるっていうのでもね、お袋になってるんで助かりますよね。こっちですよ、問題は。よく読んで、ここ大事なとこだから。人間用昆虫食、そして耳に一生残るこの小林昆虫さんの歌ですよ。ほら、この辺すごいでしょ。これ全部人間食用の昆虫です。タガメサイダーの上にタガメ乗ってる。すごいですね。明日もあるということで、はい、ぜひ皆さん、個人的にお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。ぜひ遊びに来てみてください。お願いします。人混みをかき分けて、あそこに派手な頭の人がいます。それとここに黒い髪の毛の人おりますね。
ここスケレブエイタファーム仲良しなんですよ、あの2人。今盗撮してるの多分気づいてないから、一生懸命やさげてバレたバレたわイエーイ。じゃあどうですか、初日。ゆっくりいい感じ今。そうか、めっちゃ人おるやん。あ、ほんまや、うん、めっちゃ人おるで。あの、クワゴ職人やから。科目に黙々と餌あげてます。今回クワゴすごいね。クワゴはすごい量化が強いんですよ。すごい、いつも量化たくさんいるんだけど、今回クワゴも気合いでいっぱい持ってきてますね。そう、いっぱい今日は。お店は大阪にあって、でも横浜まで遠征して明日も頑張ってるんで、ぜひ見に来てあげてください。職人今頑張ってます。隣の人が反応してます。よくぜよくぜって言ってる。まだ先にあそこの派手な人もお仕事終わったみたいで、シャッタくんわちゃわちゃしてるんだけど、シャッタくん考察だよ。ちなみに YouTube、 YouTube 上げて上げて、 YouTube の撮影中。映しすぎな、生体映して。え、もう生体映ってます。生体より珍しいもん、頭が。頭変わらんやん。変わってる。頭と一緒やん。そう、さらに戻ってくるまで待ってる。すごいね、そう。ああいうことでやっぱ白さがすごいよ。ねえ。あいつがやっぱりね。あそこ。ぜひ。映してください。いいサイズ。このサイズのゼロ系は真っ白。え、思ったより真っ白。なんならちょっとピンクがかってるぐらい真っ白。これハイポゼロ？これハイポトランス。だから黒目なのか。私も映る。フランスでこのピンクっぽくなるの。すごい綺麗。ダッピーとね、ちょうど重なっとるからね。あ、そうか、こっちがダッピーかな。さあ、ちょっとかわいいクワゴもいっぱいやってます。明日も頑張ってね。はい、頑張ります。ありがとう、またね。ありがとう。見て見て、YouTuber 人気 YouTuber おるで。お疲れ様です、アップチャンネルのありとです。いや、なんかめっちゃイケボですごい。いやいやいや、そうですか。え、みんなイケボと、あと手がエロいっていうのは聞いて。手がエロい、そんなボロボロでしたけどね、この間。はい、本日、デンドロさんのブースを手伝いしてて、あそこにラフチャンネル流れてるんです。そう、見てますよ。で、明日もお手伝いするそうなので、ぜひ皆さん、遊びに遊びに来てください。はい。え、イケメンおばちゃんがイケメン言うてもな。ありがとうございます。デンドロパークイベント遊びに来てるときに、ションタムさんが今日お手伝いに来てくれたんですよ。名古屋店の店長。動画。マロー。そうそう。癖。ハロー YouTube。そうそう。ハロー YouTube。YouTube 知ってることを順番に出した感じですよ。いや、そうそうそう。ションタムです。お世話になっております。で、ここでションタムくんが、あの、誰もが報復鉄道の一発芸をやってくれるんで、どうぞー。きっかけにするのか、親父。で、どうぞ。うん、ほんまに言うてる。いや、わかんないけど、だって振ったの、振ったのかけ離さんやで。いや、マジで、この本当に、あの、芸人が、多分いろんな芸人いると思うんですけど、振られて一番困る振られ方ってこれなんですよ。ワン、1位、絶対1位なんですよ。でもね、以前、ドクロの皆さんに本当お世話になりましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう本当に、あの、ちょっとね、あの、僕、お店に行きます詐欺してます。そうなんですよ、本当に。今、突っ込もうか悩んでたら自分から言ってくれたら言うでしょ。いや、そうなんですよ。自覚がむちゃくちゃあったからこそ、あの、吐き出る言葉だと思います。いや、お願いします。あの、今後とも何卒よろしくお願いします。はい、お願いします。今度こそ遊びに来てください。はい、もちろん。ありがとうございます。よろしくお願いします。同じ部署に行って来ております。来ております。デンドロパーク。静岡店と名古屋店合同できてるってことですか。そうですね、合同っすね。あ、申し遅れました。デンドロパークの伊藤と申します。よろしくお願いします。お願いします。日頃お付き合いさせていただいてるので、今日ちょっと。いや、付き合ってないし。なんで言い方よね。いや、まあまあ、あの今日は遊びに来てくれてありがとうございます。いや、こちらこそ。
ありがとうございます。久々に会えるのワクワクして、こんなヤンキー来てね、びっくりしますよ、僕。どっち？あの、行かれちまうんじゃないかと思って。自分でしょ。ちょっとデンドロパークさんのところ、慎太郎さんにおすすめのカーペットパイソンを3匹紹介していただきたいと思います。3匹欲しがるね。1匹じゃない、来ますか。結構ね、前半からかなり飛ばして売れちゃったんですけど、競争率がとても高い。 あまり高くて自慢するとかそういうのじゃなくて、本当にいいものを紹介しようかな。慎太郎さんが好み、こいつかな、まあ、金額もちょっと高いけど、この子ね、いいですか、見てほしくて、これダイヤジャングルジャガーなんですけど、めちゃめちゃクオリティ高くて、じゃーん、結構柄の中もね、こうやって抜けて、ほんとヒョウ柄、まあ、ジャガーの名に恥じぬというか、で、このジャガーとしての質もちゃんと線中線しっかり抜けて、ね、バッツリ切れてて、めちゃくちゃ綺麗ですよね。いや、めちゃくちゃ綺麗。でベースの体色もね、ダイヤジャングルってことで、かなり黄色みもいい感じの黄色みで効いてて、非常に美しいです。ちなみに同じダイヤジャングルジャガーで比べると、まあ、好き好みは分かれるは分かれるんですけど、これちょっとね、緑がかったこういう色したいです。全然違うね。僕はね、結構ね、こっちのタイプの子好きでね、私もこっちの方が、 こっちもね、100点満点のジャガーって感じですね。まあ、こういう結構面白い、この辺が、まあ、今回のあと個人的にはおすすめかなと思いますね。あとは大丈夫、これカーペット使いだから全然ね、目離しても大丈夫。使いだから、手袋持ってる。もうカーペットパイソンばっかり言ってるんでね、最近。次はね、アルビノゼベラ、出ましたゼベラ。これね、ゼベラね、個人的に一番モルフの中では好きなモルフで、大好き。私もゼベラ大好き。アルビノゼベラ、めっちゃ綺麗。やばないっすか。やばい、これね、待って、めっちゃ綺麗。そう、コントラストがめっちゃ強くて、ちょっと比較対象出すの嫌なんだけど、こっちもアルビノゼブラで、こうやってアルビノって結構ちっちゃい頃ってぼやけるんですよ、柄が。まあそうですね、脱ぐことによってって感じです。そうで、しかもね、どうしてもあのゼブラってジャングルカーペットから出たやつなんですけど、あのアルビノってまあ元々ここあのダーウィンから出てるんですけど、真ん中太くなっちゃうんですよね、クロスすると。で結構本当にジャングルカーペット寄りというとあれですけど、ジャングルカーペットの血が濃いんじゃないかなって思うぐらい、まああのしっかりとゼブラしてくれてる。こちらあの映りにくいけどバンドが太いの分かるですかね、ちょっと。だからどっちがね、あのゼブラって言ったら、やっぱものすごいあのゼブラの印象がしっかり出てる。この話題は本当、まあ値段もちょっといかついですけど、まあ極美と言われるだけの、まあ一点も。ちょっと綺麗すぎる。性格も割と出してる。ゼブラってね、アグレッシブな子。綺麗。かっこいいでしょ。でしかもね、この子目が赤いんだよね、結構。目がすごい赤い。うん、すごい赤い。アルビノしてるよ、じゃん。これやばいでしょ。めっちゃかっこいい。アザンゼブラってすごい、ゼブラカーペットでは人気のコンボなんですけど、まあ、アザンゼブラと、まあ、この、まあ、反対っていうか、対応なすね、アルビノゼブラ、まあ、一緒に、これを方式すると面白いんじゃないかなと。まあ、その先にはね、ダブルヘテロでスノーだったりだとか、スーパーゼブラもね、途中で副産物として取れると思うんで、まあ、そういう意味でもかなり有能なメスなんじゃないかなと思います。はい、すごいの来たわ。これやばいっすよ。いや、やばい、ゼブラ大好きなんだもん。3匹だっけ。じゃあもう1匹最後に紹介させてもらっていいですかね。これやめよ、つまんねえよ、竹だけだ。出ました。やっぱりやめよ。3匹目出ました。あれですね、グラナイト。いや、これね、キャラメルとかも何も乗ってないね、ただのグラナイトです。ただ、僕自社の仕事でライブショップとか、まあ、カーペット紹介する動画やってるんですけど、やっぱ大きいカーペットってなかなかね、ライブショップで紹介するの難しいんで、
確かに。こうやって大きくなった姿を見てもらおうということで。いやーね、ほんとグラナイトいいな。いいよね、大きくなるとね、いいグラナイトってほんと良さが出るんで。こうやってちょっと黒目がちになるから。そうなの、まあ、そうなの。そう、あのエグリプスとかってわけじゃないんだけど、結構黒目がちになるんでね、こうやってちょっとカーペットらしからぬ可愛らしい顔つきになるのもグラナイト特徴です。あ、これにハサン入れたハサングラナイトとか。あ、今日お迎えいただきました、ありがとうございます。あ、まあそういうのだったりとかね。グラナイトもその先にたくさんいろいろあるんで、個人的にはね、あのゼブラグラナイトとかすごい好きなんです。最高だね、ゼブラグラナイト両方かっこいいんだけど、かわいい。グラナイトは本当にかわいい。黒目がちなのが本当にかわいい。あ、なかなかこのサイズで紹介しないね、いいサイズ。初めての人にもまだ扱いきれるサイズだし、餌分もしっかり安定してるサイズだと買いやすくてすごいおすすめだと思います。もうね、ラット小さいやつも飲めるんでね、ラット飲めるの超ありがたい。そう、もうやっぱラットに移行するの大変だったりとかするんで、うん、素晴らしい。結構いいんじゃないですか。今めっちゃ蛇使いだった。これが3匹目です。また明日もやってますんで遊びに来てください。よろしくお願いします。戦利品があってね、私も今日お買い物してきました。こんな時期なのでっていうのもあるんだけど、じゃじゃーん、めっちゃ可愛くない？実はほら、赤目好きだから赤目と、こっちもカエルなんだけど、こっちはヤドクかな、ヤドクがメインかな、全部ヤドクかな。え、めっちゃ可愛い。このマスクしてたら、だって私全身黒のこと結構多いんですけど、あいつこれ系好きな人なんだなっていうさ、爬虫類の好きな人たちの中、まあ、これ両生類だけど、まあ、の中で、意思疎通できるやん。めっちゃ可愛くて。で、何気に三男の分も買いました。子供用も売ってました。可愛い。これしてるの考えたら、もうほっぺたかじり倒したいよ。オンラインストアが10月の1日にオープンするそうですね。ぜひこちら。すごい、本当にいっぱいね、可愛いなって、マグカップもあって、本当は買いたかったんだけど、結構せか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 会場を走り回ってたので、走ってはいない。なんだろう、競歩。だったので、割っちゃうの怖くて、ちょっと今回はご遠慮させていただいて、このマスク3枚で収めましたが、めちゃくちゃ可愛いのいっぱいあったので、ぜひ見てみてください。お会いしたお客様がくれました。ヘビのブレスレットと、チャラン。みんな大好きハチコット。ボールパイソンだよ、これ。めっちゃ可愛いよね。実は結構ハチコット持ってるんですよ。可愛いよね、ハチコット。いや、イベントに行く方結構ガチャガチャだけのために行く方も多いんですよね。いやーでもね、ちょっと動画撮って後から聞いてみて思ったけど、もう雑踏じゃないですか、あの辺。もう人がいっぱいいたので、ちょっと雑音すごくて声が聞き取りにくかったと思いますが、こう研ぎ澄ましてこういう風にね、聞いてください。携帯こう持ってこうやって、お願いいたします。この動画をいいねと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント、ベルマーク通知登録、お願いいたします。ペコリ。じゃん。またねー。かわいいこれ。